はい、皆さんこんにちはでございます。ということで今回やっていくのが新しいアプリ、世紀末デイズというアプリでございます。これはですね、 DENA っていうのかな、あとスパイクチューンソフトが共同で作ったスマホアプリゲームらしくて、まあ、DNA で言ったらモバゲーとか、スパイクチューンだったら学園裁判だったっけな、まあ、そこら辺で、まあすごい両方人気の会社なんですけど、それがタッグ組んで作ったということで、めちゃめちゃ最近ですね、ちょっと個人的にもハマっているので、皆さんとね、まあ、ご紹介、まあ、知らない方もいらっしゃるかもしれませんので、そちらの方の、まあ、ゲームプレイの内容とかを見てですね、あと今ガチャが溜まっているのでガチャの方を引かせていただきたいなと思っております。さてさて、どんなゲームかっていうのもちょっとね、実際に見た方が早いかなと思いますので、まあちょっとまだ全然ストーリーの方はクリアできてないんですけども、じゃあちょっとさ、簡単なところでいきましょうか。で、これがどういうゲーム形式かっていうのをちょっと紹介していこうかなと思います。でですね、これはいわゆるローグライズでいいのかな、ローグライクゲームっていうのかな。例えるなら、まあこれ今キャラクターがそうなんですけど、風雷の試練とかトルネコみたいな、マス、ターン制のマスゲームみたいな感じですね。で、こういう感じ、一旦一旦こう動いていくっていうところなんですけども、で、敵がいたらこう、一旦ずつ。で、これが、フレンドキャラ以外の3キャラクターは全部マニュアルで操作できます。なので、この右上に書いてある順番で動きますよっていうことなんで、まず風雷の試練を動かして、次に、天霧葵。これは主人公なんですけど、ストーリーの。が攻撃して、次に早川千尋が動かせたり。で、敵の攻撃ですよ、みたいな。で、これの何がいいかっていうのがあるんですけども、これ、本当にスマホ型特化っていうと、って言っていいのかな、スマホにすごく最適で、なんでかっていうと、右側で全部操作できるんですよ。例えばこの自動っていうのをずっと押しておけば、簡単に自動で動きますし、で、この長押しとかがめんどくさければ、自動を押しながら上ボタンを押すと、この AI が勝手に動いてくれるんですよね。で、この AI がめちゃめちゃ賢くて、宝箱を全部取って、マップを全部回ってから次のステージに行くという形になっているので、めちゃめちゃこれもう、なんていうんですか、もう本当スマホゲーに特化してるっていうか、まあ、ちょっと作業中でもこう簡単にオート機能ができますし、で、まあ、全体回って次のとこ行きますかって出るんで、そこだけは OK をして、やっぱマスゲームなんで、めちゃめちゃ頭も使えます。頭も使えますし、で、どんどんこれがまた難しくなっていくと、まあ、オートじゃ動かなくなるようなんで、まあ、自分で考えて操作していくっていう感じで、まあ、なかなかね、本当に、まあ、自分も結構スマホとか飽き性なんですけども、まあ、こういうターン制とかってすごく面白いかなと思ってて、まあ、とにかくその、スマホゲーって今横とかに向けたりとか、横向きでやったり、もう本格的なゲームが多いんですけども、これはすごく、本当にスマホに縦画面で遊べる、で、まだいろんなところがあるんですけど、まあ、奥深くて武器の強化素材とかも、武器もありますし、あと空腹度っていうのもあって、それも減らさないようにアイテム使ったりとか、で、必殺技もどんどん溜まっていくんで、こういう感じで、まあ、可愛いキャラクターがエフェクトでバーンと動いたりとか。で、なんかその属性っていうのもたくさんあってですね、まだまだちょっと始めたばっかりなので、全部が全部わかるわけではないんですけど、まだわからないところもたくさんあるんですが、今のところめちゃめちゃ面白く遊ばせていただいております。でね、今なら多分この風雷の試練のキャラクター、星5なんですけども、これ確か全部星5になるのかなっていうのもあってですね、めちゃめちゃ面白いんですけども、はい、こう進んでいきます。で、ボスとかもありますんで、結構迫力のある感じでバトルスタート。まあ、ここちょっと今レベルがちょっと上がってるんで、もうオートで簡単にもう試練のね、必殺技いいですね。あ、討伐完了しましたということでね、まあこんな感じで、で、マルチとかもあるのかな、ちょっとそこら辺がまだちょっと私は分かってないんですいませんね、全部調べてからやればいいんですけどもまあ、いつも通りなふわっとした説明なんですけども、すごくね、今のところめちゃめちゃ、まあちょっとその何て言うんですかね、仕事の休憩合間とか合間合間でやっているんで、あんまり進んではいないんですけども、ちょっと時間が空いた時にちょっとやるのもいいんではないかなと思います。そして今回ガチャをね引いていく、まだ全然引いてなかったんで、すごくチケットなのかなが、まあ、すごくあるんですけども、今回引くのが
この初回限定引き直し、引き直しガチャ、確定するまで何度も引き直せるという、めちゃめちゃいいガチャなんですけども、で、どれが強いんだっけな、なんか、まあ、もちろん星が高いのがいいんで、星5がいいんですけども、中でもこのキャラじゃなくてね、何だったっけな、カリンちゃん、カリンちゃん可愛いな。カリンちゃん可愛いな。このスズネも強いっていう話を聞きましたね。はい。あ、で、このね、ペロペロキャンディー、うん、この子がね、めっちゃ強いらしい。まあ、そこら辺をね、ちょっとやっていこうかなと思います。はい。それでは、一体確定。1500、ユキチって言うんですよ、これ。いきます。タップしていきます。これね、全然確定とかもよく分かってないんですけども。あ、金、金。お、レインボーありますね。いきましょう。お、秋浦都、かわいいね。坂、国分寺、玉木。護衛かな？あ、これね、強いね。医療っていうのはまあ回復系ですかね。サクサ、誠。あ、サクサ、誠、かぶった。お、かぶったね。萩村さん。お、かっこいい。あ、おっぱい。どんだけかぶるね。来ました。二度ももか。これ引き直せるのかな。あ、引き直せる。おお、すごいすごいすごい。じゃあちょっと出るまでやってみましょうか。これすごくいいね。お、これ1個に2個レアが出てくることもあるのかな。あ、出なかった。あ、はい、エロい。いいな、いいな、これ。市ヶ谷さん。冬島さん。武田さん。任せてくれ。おー、かわいいな。でも星4か。キャラもね、なんか結構かわいいのばっかりなんだよね。荒木浩太。ちょっと引くまで回しましょうか。あ、これもね、あのストーリーで出てくるキャラなくて、登山学部だったかな。出ないな。もうこれで確定も見れるんで楽しいですね。こう何回でも引けるっていうのはいいね。にしても出ねえな。おお、いいね。半馬さん、すげえジャージ。あ、かわいい。あ、もうエロいな。おお、中二病。おお、こういうの好きだな、こういうおじいちゃんとか。あー、出た、サッカー部。引き直しましょう。いいね、気持ちいいね、これ何回でも引けるの。目的のが出ないんだけど。2枚とか出ないのかな、あれや。おー、1個来ましたね。はい。あー、かわいいなー、ねつちゃん。あー、いいなー。あ、出た、番長。おー、かっこいい。あー、エロいなー。カモン、この次か。あー、強いのかな。宇都宮メイ、武藤かすみ。ああ、いいな。ああ、早川千尋持ってる気がするな。いやー、どうしよう。もうちょっと出るまで引こう。このね、ペロペロキャンディー持ってるのが強いんだよ。頼む、ペロキャン来い。オレンボー来た。一体ちょっとスキップしていきましょうか。はい、ダッサイジャージー、おっぱい、野球部。すぐ死にそうなおじいちゃん。中二病。あー、なんかでか。あー、天の光も強いんだったら天の光にしようかな。かわいいし。あ、これにしようかな。
はい、ということで、じゃあ俺天野光でちょっとやっていこうかなと思います。確定をしましょう。はい、ガチャ確定しました。ということで、まあこれからどんどんね、まあそんな更新はそんなにないかもしれませんが、まあちょっとね、イベントクエストとか、ちょっと難しいクエストとかもね、ぜひぜひ攻略できたらなと思っております。これでね、ちょっと気になった方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ、世紀末デイズで、今多分ランキング上位だと思いますので、皆さんぜひぜひ一緒に遊んでみてはいかがでしょうか。ということで、今回は軽くご説明しました。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。